義母先生2。義母先生をご覧の皆さん、ハイサイ。浦添前田駅、今日愛媛のレポをします。ここもね、前回のその京塚駅からもう那覇市ではなく浦添市に入りました。伸びたんですね。それから、最終のね、手だっこ浦西まで行きますけども、ここはですね、浦添前田は浦添市役所とか、そのままこの通りをまっすぐ行くと330にも出れますので、非常にこう車のアクセスも良い場所ですね。非常にこう今人気の、住みたい街になっていると思います。そんな浦添前田駅のモノレールの駅メロチャイムをレポしたいと思います。イエーイ。この新しいね、その石峰駅以降はこの壁画もね、結構なんか色味もちょっとね変わってきたというか、この鮮やかになってきた感じしますね。大きさも大きいし、はい、浦添グスクと前田の棒、これも伝統芸能ですね。棒が有名ですね。往年豊作無病息災を願い受け継がれてきた棒術、そういう伝統芸能もありますね。そんな前田駅の駅メロは一体何なんでしょうか。石峰駅とかはね、多分エイサーでしたよね。よし、行ってみよう。なんか綺麗だね。なんかこう。今日は天気もいいね。青空が綺麗ですよ。最近ももうちょっと入道雲がね。義母で撮り始めた頃はまだ冬場だったんでね、入道雲なんかなかったんですけど、最近は入道雲もある沖縄でございます。はい、ここね、浦添前田駅はここね、まっすぐ行ったら、先ほども話しましたが、浦添市役所なんかにも、通ずる道で335線にも出ます。浦添美術館とか、手だこホールというね、浦添の市民会館なんかもここからアクセスできます。非常にこう、だからこう、そうですね、手だこ浦西駅も近い、高速にも近いし、330にも近いというね、非常にこうアクセスがいい場所ですね。これからさらにね、また商業施設も増えてくるかと思います。ここ今結構ね、マンションの、新しいマンションなんかもたくさんこうどんどんできてね、ますます、期待の場所。あれ？あちらだった。そうだ、あっちだ。乗ります。乗ります。って感じがしてない。こんなので1ステーション上がったの俺だけかもしれないけど、赤石出身ですか。スリスリめでたい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 ですね。めでたい節が流れてきました。浦添前田のね、駅なんですけども、この曲なんかはね、その浦添前田の時にちなんで、はいないんですけども、沖縄のね、めでたい席の歌で、まさにめでたい節というタイトルなんですけども、いろんな場所で歌われております。いいですね。なんかこの沖縄らしいというかね、沖縄らしい。浦添前田駅はさっきもすごい話しましたけど、もうこうアクセスもすごいいいですし、人気のね駅ですから、ぜひね遊びに来てみてください。この、めでたい節は歌詞、
キユヌフクラシャヤナウニジャマタティルチブディウルハナヌチュシャカルトゥ、そうですね、沖縄ではカギアデフという有名なね、曲なんかでも使われる歌詞ですが、歌われていたり、まあ、まさにめでたい席の歌詞で歌われております。めでたい節も演奏動画のみ出してます。義母先生弾いてますんで、よかったらね、曲だけも聴いてみてください。では次回は、寺子裏西駅というね、この義母レール企画の最終駅まで、行きます。こうご期待。